はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回からですね、夕焼けの草原のタマーシュナムイナ後編の実況の方進めていこうかなと思います。もうめちゃ楽しみですよね。もう本日からねアップデが入りましたのでちょっと甘噛みアップデが入りまして、今日からね後編が公開ということなので、もう楽しみで楽しみで仕事にならなかった。毎回ながら、あとねアズールのブルームも発表になりましたし、もうねてんてこまい。もう何から始めたらいいのって思って、まあ、とりあえずアズールの通知も、しっかり見たので、早速ですねこちらの後編、4章の、1はこちらが肩車してやろうかとですって、誰が誰をって感じもう多分あのキャッチザテールの当日ですよねこれね。うん、だって朝だもんね。あ、よしよし、みんな起きてるかな、ちゃんと。特におじたん起きてるかな。起きてた起きてましたおはよう。うん、いや他の3人は起きてるで、えっついもう最初からもうエチエチすぎるんですけど、え、もうこのホテルの段階からそんなエッチな格好になってるの。最高だ、ジャックごめんなさい、3人に気を取られてたら、あら大丈夫なのかな、ジャックハール君、熱中症大丈夫なの、倒れない、大丈夫、蜂蜜レモン食べるまだマネージャー気分なので私。うん、あーだ、もう無理しないで。うん、ほらビル様も優しいこと、優すなこと言ってるじゃない。うん、あーキファ全員にも OK いただいたんだ。そんなことないよ、役立つじゃないよ。でもどっちかって言ったら本当に百獣の装束着て欲しかったななんて思ってあのエッチな装束着て欲しかったななんて思ったりなんだりあ、はい、昨日のおじたんの車もあるみたいですね。そうなの、またもしかして、私が助手席に、ダメかなこれは。もう一人で行きたいよっていう雰囲気醸し出してるもんね。あれあれ、でもこの二人はどうやら車に乗りたがってるぞ一番うるさい、うるさいって言ったらあれですけれども、一番賑やかな三人が車に乗るとは、これは賑やかになりそうですね。私も乗っていいかしら。いや、ほんとそうですよね。あの3人には直接的に言わないと。あ、そうか。あ、ジャック・ハウル君寝てたから、運転免許持ってるの知らないよね、おじたんね。うん。車に乗るなら黙れよっていう。これかわいい。いい、どうしよっかな。黙るから、助手席また乗ってもいいかな。この頃は絶対に黙ってないと思うけれども、でも、おじたん絶対優しいから、多分車でちょっと賑やかにしてても、なんだかんだでちゃんと連れてってくれると思うきっとそうでしょ。ああ絶対そうだよ楽しかっただろうな、いいなとりあえずね16チームいますから、うん、何番目にね、か、戦えるかっていうのが大事ですよね。できればちょっとね、あの真ん中とか第1試合しょっぱなじゃないのあらー、ちょっとこれは不利じゃない。だってねえ、まだ1回も試合見てないから、あーそっか、まあしょうがないよね。カリムくん用のもの、あ、そうだね、確かに目立つよね、いいね。うん、ビル様はよっぽど目立つ。うんあれあれ、ビルシェンハイトじゃねって言って、多分みんなもざわついちゃうと思うから初戦でね。うん、あ、キーファズイ、あーそうなんだ、あらー、あー、チェッカーター、あらららら、あら、もしかしてキーファズイもいるし、チェッカーターもいるってことは、もしかしてお兄様も、お兄様も近くにいるのかしら。あ、カリム君の席もきっとあそこにねあるだろうね。うん、ああそうだね、思い出だね、泣いちゃうね。あ、お兄様じゃないんかい
ああ、そっか、キワズイとチェカタンの間にはおじたんが座るんだ。もうそうだよね、お兄様来るかなって思ったら、ちょっとご挨拶したいなって思ったんだけれども。ダメだったらしい。うん、まあそんなこと言わないで。実はやる気満ち満ちてるでしょ。じゃあねえ、ほらこうやってなんだかんだで相性いいから、この二人。あ、パレードが、あるんだ。うん、楽しみですね。うん、うん、そうだね。その際にはぜひおじたんも一緒にパレードに参加してほしいな、なんて。うん、そうだね。この4人がパレードにね、参列したら、うん、絶対参加してほしい。あ、なんで？なんで？絶対参加してほしい。いや、高みの見物とはこのことよ。あ、逆や、リリちゃまが。そういうこと？あ、タイトルの肩車してやろうかって、そういうことだったん。体型的に逆では、まあまあ、あのリリちゃまならね、まあ肩車できるかなと思いますが。絵面的に大丈夫。あ、終わった。ああ、楽しかった。1話の肩車してやろうかとが、終わりまして、もうリリちゃまったら。はい、次が2話の楽勝じゃない、が始まります。これはビル様のセリフっぽいですね。うん、1回戦の相手が楽勝なのはいいことですが、誰と対戦するんですかね。あの、中編で言ってたあの護衛たちが初っ端に当たったらやばいですよね。あ、あ、ちゃんと、お店で出会った、話した人たちをちゃんと覚えてるこの3人、素晴らしいですね。そのご縁、大事にしようね。というか、そのおばちゃんたちと1回戦するのかな？うん。そうだね、確かに。うん、普通のその、うん、あ、そうそう、タイトル回収ですね。うん、まあ確かにおばちゃんたちだったら、あ、楽勝な感じもするが、とりあえずおばちゃんなのか、それともおじちゃんなのか、おじいちゃんなのか。誰かな、できれば弱い人、弱いって言っちゃあれなんだけど、ちょっと待って、強そうだぞ。やからかな。あ、ちょっとそんなこと言わないで、ガキとかって。やだ、何こう、ヤンキーなのあなたたち。柄悪いね、やだね。いや、そんなこと言ってるといてまうぞっていう。魔法でグイやっちゃうぞって。あ、そっか、魔法は使っちゃダメなんだ。あー、なんかちょっと雰囲気が悪いですね、この子ら。頑張って、怪我だけしないでね、カリムくん。なんか対戦相手ちょっと柄悪いから、僕心配です。あ、どうした、キファズイ、びっくらこいて。うん、あー、そうなんだ。あー、なるほどね。あー、そっか。うん、はいはい、そういう作戦もありですね。なんで先方にカリム君を出したんですかね。うん、あー、うーん、なんか作戦、おじたんの作戦があるんですかね。うん、あー、確かに。あ、もしかして様子見的な。とりあえず、カリム君を先方に、初戦だから、まず第一試合だから、うん、先方にして、あとは大将にするっていう魂胆なのかな？なるほど。うん、やっぱりそうだよね。あ、さすがレオナ・キングスカラーやで。大丈夫だと思うよ。キバゼ怒らないで。そうだよね。おじたんの指導がね。あれ？あれ？あれあれ、怪しいぞ。ねえ、カリムくん。ああ、ちょっと、気をつけて。ああ、気をつけて。カリムくん。ああ、よかった。あぶねえ。カリムくん、とりあえず、怪我だけしないように逃げて。そうだね。思い出して。思い出して、あの時の記憶を回想シーンに行きました。しっかり思い出してね、カリムくん。あー、エッチエッチ、おじたん。私はその姿のレオナ・キングスカラーが見たいんだよ、今日この場で。回想シーンじゃなくて、カラーで、フルカラーで見たいんだよ。
ちゃんと出てきてほしい。またまあでもとりあえずまあ後編でもきっと脱いでくれるであろうっては思うんですけれどもね。でもとりあえずキャッチザテールしないとこの姿にはならないですよね、おじたんね。なんでねなるのか、どういう流れでこのエチエチな衣装になるのかっていうのもちょっと気になるところではあるかなって思いますし、もし後編で、おじたんが脱がなかったら私の暴動が暴動が起きます、私個人の。あ、よしよし、とりあえずカリム君めちゃくちゃ逃げ回っている、終わったねカリム君が反復横跳びして終わりましたもっと逃げてね、頑張ってねカリム君次で完結、そのカリム君の、決着がつくんですかね。ね、立派な戦術、3話の立派な戦術、とりあえずここまでにしておきましょうかね。うん、やるんです、カリム、アルアジームという男。攻撃も教えたのかな。あ、教えてないとりあえず逃げ方だけ教えたみたいですね。 いいのいいの、怪我してみ、ジャミルがすっ飛んでくるぞまジャミルがすっ飛んでくるんだったら私はその方が嬉しい。でも怪我は良くないけど、でもさ、ジャミルどこにいるの。いや絶対さ、カリムいないぞってなったら、いやジャミルも絶対探してるよね。だって来賓の席にいないんですよ、カリム、アルアジームがもう朝の時点でわたわたしてますよね、絶対ジャミルバイパーくん。ねえジャミルバイパーくん、ねえどこにいるの。絶対この場にいるでしょ。会いたいです、俺前編からずっと待ってるジャミルバイパーくんを。あ、ごめんなさい、ジャミルバイパーくんの話になっちゃった話戻しますね。あ、なんかキーファズイと楽しそうに喋ってますね。あ、でもなんかキーファズイのこの喋り方とおじたんの喋り方って似てるってことは、やっぱり幼き頃からやっぱりね、従者として、連れ添ってたから、こういうねちょっと性格も似てきたのかな。かわいいじゃんおじたん。あ、ごめんなさい、また話見てなかった。カリムくんが、あ、そっか、カリムくんちょっと今防御中だから攻撃したいなって思ってるのかな。リリちゃまの、あ、言ってたよね。もしかして攻撃するのかな、今。お、攻撃するみたいですね。あ、でもこれで勝ったら大金星ですよね。ビル様もリリちゃまもきっとね、喜んでくれると思う。だー、どっかな。あー、負けちゃった。あらら、あら、片っぽなくなってらっしゃる。これはこれで素敵で、エッチ。なんか片方だけ垂れててジャミルバイパーくんの前髪みたいだねっていうすぐジャミルバイパーくん思っちゃうあー負けちゃったね。あー怒ってるおじたん、怒んないで。ちょっとキャッチザテールを盛り上げようかなって、カリムくんのこの宴の心がざわついちゃっただけなの、許してあげて。あー、キーファーズイー型、あの、楽しそうですね。キーファーズイーのこんな満面の笑みを拝める日が来るなんて、あ、そんなことないよ。頑張った、頑張った。もう拍手喝采って感じ。まあ、とりあえず、ビル様とね、リリアが、勝ってくれれば、2回戦に進出できますから、頑張ろう。そうだね。まあまあ、しょうが、あ、そうか、次はビル様か。頑張って、めっちゃ応援してる、写真撮ります、100万枚撮るからな。わかりました、じゃあマジカメ用にいっぱい撮るんで、とりあえずアカウント教えてください毎回言ってる、あ、そうだよね、やっぱりざわつきますよね。だってビルシェンハイとかこんなエッチな格好でキャッチザテールに出るなら絶対ざわつくよなもう観客たちのこの反応めちゃくちゃわかるって感じ。あ、今のパチってウィンクだったの。ビル様ちょっといやだ、もうちょっと俺の眼球がいっちゃうベーラー終わったはい、サンバが、終わったんですけれども、あまりの素晴らしきビルシェンハイトのファンサービスに俺の眼球が
いや使い物にならなくなりますねこりゃ。まあ、とりあえずめっちゃ気になるんですけれども、今回はここまでにして、また続きの方は後日、アップしようかなと思います。いやー後編最高。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。